日本が誇る海上自衛隊の潜水艦が、わずかな時間で全滅しかねない可能性があるそうです。今日は、その最悪のシナリオについて見ていきたいと思います。海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強制粛清で日本海域を防衛しているが、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が、一気にレッドラインに引き上がったような。海上自衛隊では、2017年、平成29年、現在、他国の止まらない軍拡、隣国のアサコとかや海洋進出に対処するために、潜水艦隊の増強を進めています。しかし、増強しているというのに、潜水艦隊は、戦わずして総崩れになりかねないという致命的弱点をそのまま放置しているという、大きな矛盾を抱えているというのです。もともと、海上自衛隊の潜水艦保有数には制限がありました。16隻プラス2隻の練習潜水艦ということだったのです。しかし、政府は2010年、平成22年、これを22隻プラス2隻の練習潜水艦にまで拡張することを決定しました。これは、尖閣諸島で中国艦船が日本の巡視船に衝突した事件があった時期ですね。日本で潜水艦を建造できる企業は、川崎重工と三菱重工の2社のみで、どちらの造船所も神戸にあります。防衛装備庁は、それぞれに定期的に仕事を発注し、技術やノウハウを継承させるため、1年に1隻というペースで、交互に随意契約を行っているのです。つまり、海上自衛隊には、1年に1隻、必ず、新しい潜水艦が就役することになります。同時に、1年に1隻ずつ退役することで、プラマイゼロになり、定数を維持し続けているのです。したがって、これまでは、慣例16年で一線を退いていたのですが、これは、世界的に見ても珍しいほど短命ということでした。本来は、まだまだ現役で使えるのに、定数に合わせて退役させなければならないという、もったいない使い方だったのです。SDGS は一体どうなってるんだと言いたいところですね。今後は、現役期間を22年に延長して、定数22隻で行く予定になっているそうです。さて、潜水艦は発見することが極めて困難なので、水上を航行する船舶に、ほぼ一方的に攻撃できる兵器です。逆に言えば、お互い様ということで、非我にとって、脅威度が高い兵器と言えましょう。ですから、定数が増加すること自体は、抑止力が大きく強化されることが期待できるとも思われます。ところが、冒頭に記したように、万一の有事の際、敵がその気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を5分もしないで、ほぼ総崩れへ追い込むことができるという嫌な可能性があるのです。2017年1月現在、海上自衛隊には、親潮型潜水艦10隻、より新しい双竜型潜水艦7隻を実戦配備され、練習潜水艦2隻も保有しています。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある横須賀基地、神奈川県もしくは5基地、広島県のいずれかを母港としています。どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に、無防備な状態で停泊させているのです。外から、丸見えの場所で、魚雷装填作業なども行っているのです。5基地などは、保証が一人もいないので、一般人ですら、その気になれば、柵を破壊して突入し、潜水艦に近づくことも不可能ではない状態なのです。ミリタリーマニアが、潜水艦の写真を撮って、SNS にアップしたこともあったようです。国民に開かれているということは、誰でも、他国の人間でも簡単に接近できるということに他なりません。万が一、敵国の特殊部隊が民間のバスなどで接近し、一気に突入した場合、これを阻止することはできないと思われます。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地だったら、隣のベルニー公園か、大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込めば、間違いなく5分もせずに、停泊中の潜水艦すべてが破壊されてしまうでしょう。
また、数日間足止めすればいいのなら、もっと簡単に、自爆型ドローンを使うだけで潜水艦を損傷させることも可能なのです。もし、日本に本格的な侵略があった場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止できる潜水艦は、専守防衛の主力になることが期待されます。と言っても、広大な四方の領海をカバーするには、おのずと限界がありますから、奇襲攻撃によって潜水艦隊が反壊してしまえば、それすら困難になってしまうのです。とある現役警察官の話を紹介します。前述のような奇襲攻撃の恐ろしいわけは、実行側にはほとんどリスクがないことと、次のように解説してくれました。はっきりとした破壊活動なら、正当防衛として自衛隊員が武器を使って反撃することはできる。しかし、反撃する前に破壊活動が終わるのが実態だろう。その後で投降され、私たちは国の兵士だと名乗られたら、抗戦する法的根拠はなくなるのです。彼らが本当に兵士かどうか判明できないので、自衛隊か警察が、殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で一旦逮捕すると思われる。最大23日の勾留延長の間に、間違いなく、兵士という裏付けが取れたら、自衛隊が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないか。警察は、国際法の戦闘員の要件を満たさない捕虜の資格がない犯罪者として起訴しようとするかもしれないが、彼らが捕虜として祖国へ返されるかどうかは、時の政権の意向に左右されるところが大きい。実際、小泉政権や野田政権の時代、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、起訴されることなく強制送還されたという事実がある。と詳しく語ってくれました。そういえば、2010年、平成22年、巡視船にぶつかってきた中国漁船の艦長や乗組員を逮捕はしたけど、何事もなかったかのように中国へ送り返しましたね。その人間が、再び、日本の領海に侵入したりしてなければいいんですが、小泉政権時代には、北朝鮮の要人と思われる男性が、日本の税関で逮捕されましたが、何事もなく送還されたということを思い出した方もいらっしゃるのでは？もちろん、他国が、実際に、このような強硬手段を取るかどうかは、わかりません。ただし、歴史を見れば、相手が強硬手段に出るわけがないと侮った結果、戦争を引き起こした例は数多くあるのです。ここ数十年に限って振り返っても、イラク戦争、湾岸戦争、フォークランド戦争、第四次中東戦争もそうですし、身のところ、太平洋戦争もその一つと考えられています。1941年、昭和16、当時のルーズベルト大統領は、日本の奇襲攻撃の可能性について報告を受けていましたが、日本を小国と侮り、結果として、真珠湾攻撃で、太平洋艦隊の主力を失いました。敗戦から80年近いのに、12月8日には、未だに、騙し討ち地とか、リメンバーパールハーバーなどと言われ、アメリカでは追悼行事が行われています。それを見る日本人の多くが、もやもやとした気分になるのは、このせいではないかと感じるんですね。ルーズベルトは、日本の攻撃を知りながら無視して、卑怯者の烙印を押し付けたのではないかと推理する向きも多いですよね。ルーズベルトだったら、原爆を落とさなかったのではないかという意見もあるようですが、いざとなったら、自国民の命を最優先にするのが、国の指導者の取るべき態度ではないでしょうか。もちろん、原爆投下は、絶対許せない蛮行ですけれど、そのパールハーバーに、呉や横須賀がならないという保証は、どこにもありません。前述の通り、至って攻撃しやすい状況なのですから、容易に可能な状態で何十年も放置され続けているのです。試験ですが、むしろ、原発の方が危険なのではないかと感じるのですが、ウクライナのザポリージャの状態を見ても、原発の恐ろしさは、東日本大震災で痛感した以上の脅威ではないでしょうか。北野耕作員が、原発に爆薬を仕掛けるという小説があると聞きました。戦争で国民が死ぬか、放射能で死ぬか、どちらにしても、国民の命を考えて政策を施行してほしいものですね。